ーチーゲーミング。朝6時マーチーが起きる時間です。マーチーは基本的に寝起きがとてもいい方です。あーもう朝か、目パッチリ。マーチーは朝ごはんの準備です。カメは学校にお弁当を持っていくことが多いので、マーチーは朝からお弁当を作ります。おかずを作って、そして朝ごはんの目玉焼きも焼きました。お弁当の準備をしながらカメを起こしに行きます。6時半がカメの起きる時間です。カメ、朝だよ、起きて。カメは起きるでしょうか。お、起きました。おはよう。カメは実際は朝におにぎりを食べることが多いです。マーチーはパンとコーヒー、そしてヨーグルト。いただきます。マーチーはカメが学校に行ってからご飯を食べることが多いです。朝ごはんを食べたら歯をきちんと磨いて、7時前にはもう家を出発します。急げー。カメは毎日スクールバスで通学しているので、バスが来たら乗り込みます。行ってきます。行ってらっしゃい。こうしてカメは小学校に行きました。カメを送り出したらすぐにマーチはロブロックスに入ってみんなに会いに行きます。みんなは元気かな。火曜日と木曜日はこっそり配信をしているので、8時から配信を始めます。そんなにキレてなかったよ最初は。マーチは男声なので、たまに男子のスキンも使います。配信が終わったらすぐに動画の編集をします。今日の動画はどうでしょうかと思ったら、ちょっとなんか疲れてますね。買い物が必要な時は午前中に買い物に行くことが多いです。今日はウォルマートにやってきました。ここはアメリカでもよく見る大きなスーパーです。日用品から食料品まで何でも揃います。マーチはカメのお土産にボールを買って、そして自分用にもたくさんのおやつを買い込んでいるようです。アメリカのおやつはとても甘いので、普段はそんなに食べません。そして安全運転で家に帰ります。12時になったらお昼ご飯。マーチはよく納豆飯を食べてました。必要な家事をしつつ、また再び編集に戻ります。なんか笑ってますね。2時45分になったらカメが学校から帰ってきます。ただいま。家に帰ってきたら、だいたい家でのんびりしていることが多いカメ。おやつを一緒に食べます。宿題の時間です。宿題大変だな。宿題が終わったらマーチは夕飯の準備です。今日のご飯は魚を焼いたやつのようです。美味しそうですね。お魚大好きです。カメと一緒に夕飯を食べたら、お風呂の時間。7時半になったらそれぞれお風呂に入ります。マーチは実はあまりお風呂が好きではありません。温泉は好きです。寝る前に歯を磨いたら、もう9時半には2人でベッドに入って寝る時間。でもマーチはまだ編集や撮影が残っているので、カメが寝ついたのを確認したら再び編集です。今回も面白い動画ができたようです。